こちらも生産再開です高画質液晶ディスプレイメーカー映像の組み立て工場七尾市の工場では断水や天井が剥がれるなどの被害を受け操業を停止していましたその後自発的に従業員が集まり1月下旬から復旧作業を進めた結果今月1日予定よりも早く全面再開にこぎつけました 特にお願いとか動員とかはしてないんですが、まあ、自発的にそれぞれ社員ど、えー、なんの連絡を取り合って、会社の掃除に行きたいと、うんまあ、片付けをしたいと、まあ、いうことで、まあ、自然に集まってくれたと、これはもう何としても早く工場を再開させていくしかないなと、えー、そういうふうにまあ強く思いましたね。色彩を正確に表現できることから ハリウッドの映画制作や医療現場からも高い評価を受けている映像のディスプレイ2021年には映画界に貢献したとしてアメリカアカデミー賞の科学技術賞を受賞しました会社側も被害の少ない地域から支援物資を集め断水で洗濯機が使えない従業員のために洗濯機や乾燥機を工場に置くなどバックアップ 社員一丸となっての工場再開です震災前以上にあの良いものづくりができるように、それがまたあの地域のいろいろな企業さんとか、そういったところに対しての、えーま、勇気づけとか、ま、メッセージになればいいかなというふうに思ってます。